ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はスーパーデストロイヤー超破壊仮面その系譜について触れてまいります。アメリカマット界のみならず日本マット界でも大活躍したスーパーデストロイヤー、1970年代から2000年代にかけて多くのレスラーがスーパーデストロイヤーを名乗りました。最初にスーパーデストロイヤーを名乗ったのはドン・ジャーデンです。日本プロレスに来日し力道山、豊昇と対戦経験があります。スーパーデストロイヤーを名乗ったのは1973年で、その実力から NWA 世界王座にも何度も挑戦しています。スーパーデストロイヤーはもともとテキサス州ダラスでザ・スポイラーを名乗っていました。ドン・ジャーデンはテリトリーによってザ・スポイラーとスーパーデストロイヤーを使い分けていました。スーパーデストロイヤーとしての初来日は1976年ザ・デストロイヤーとの覆面10番勝負でした。そして最後の来日は1980年新日本プロレスのビッグファイトシリーズです。ジャーデンの存在はその後ジ・アンダーテイカーに大きな影響を与えました。1980年代に入るとジョージアでスコット・アーウィンがスーパーデストロイヤーを名乗ります。さあオリバー・フン・パーティングをマネージャーに従え、マスクド・スーパースターとのタッグで活躍しました。日本では雪崩式ブレーンバスターを開発したレスラーとしても有名です。1983年に入ると弟のビル・アーウィンもスーパーデストロイヤーを名乗り、スーパーデストロイヤーズとして活躍します。その後アーウィン兄弟はロングライダースとして素顔で活躍。1987年兄のスコットが若くして他界した後も弟のビルはレスラーを続けています。日本には1982年世界最強タッグリーグ戦に上田馬之助のパートナーとして来日、1984年には兄弟で来日しアジアタッグに挑戦しています。そしてサージェントスローターも一時期スーパーデストロイヤーを名乗っていました。1978年スローターはスーパーデストロイヤーマーク2としてボビー・ヒーナンをマネージャーに従え AWA でデビューします。そして1980年ミネアポリスでジャイアント馬場の持つ PWF に挑戦しています。続いてネイル・グアイです。ネイル・グアイというよりはザ・ハングマンのリングネームの方が馴染みがあるでしょう。ネイル・グアイは1974年スーパーデストロイヤーとして新日本プロレスワールドリーグ戦に来日しています。最初にスーパーデストロイヤーを名乗ったのはドン・ジャーデンでしたが、スーパーデストロイヤーとして先に来日したのはネイル・グアイの方なのです。ドン・ジャーデンがザ・デストロイヤーと覆面10番勝負を戦う1年半前にネイル・グアイは初来日しています。ネイル・グアイはサージェント・スローターとスーパーデストロイヤーズを結成。日本ではアンドレ・ザ・ジャイアントのパートナーとして MSC タッグリーグ戦に出場しています。続いてハルク・ホーガンです。ホーガンはフロリダでスーパーデストロイヤーとしてデビューします。スーパーデストロイヤーとしてのデビュー戦の相手は日本でもおなじみのブライアン・ブレアーでした。ホーガンはスーパーデストロイヤーとして活動した後、本名のテリー・ボルダーとして活動しています。続いてサニー・マイヤースです。アントニオ猪木の理解者としても有名なマイヤースですが、一時期スーパーデストロイヤーを名乗っていたという噂が流れました。しかしこれは誤報で、実はサニー・マイヤースと同姓同名のレスラーがスーパーデストロイヤーを名乗っていたとのことです。続いてアート・ネルソンです。アート・ネルソンはレイ・スティーブンスとのタッグで AWA タッグを奪取したこともあり、日本プロレスでジャイアント馬場の持つインターヘビーに挑戦した経験もあります。アートネルソンはスーパーデストロイヤーとしてあのミル・マスカラスと対戦経験があります。続いてロシア人キャラで有名なニコリ・ボルコフです。ニコリ・ボルコフはザ・モンゴルズとしても活躍しました。1978年アメリカマット界の名物マネージャーグラント・ビザードをマネージャーに従え、スーパーデストロイヤーとしてデビューします。続
続いてピート・ロバーツです。ヨーロッパマットにおいてスーパーデストロイヤーを名乗ったのはピート・ロバーツだけです。ロバーツの化身であるスーパーデストロイヤーはヨーロッパマット修行中の佐山悟と何度か対戦経験があります。続いて日本プロレスで大木金太郎からアジアヘビーを奪取したビル・ドロモです。ドリー・ファンク・ジュニアの持つ NWA にも挑戦経験があり、新日本プロレスにはインベーダーというマスクマンでワールドリーグ戦に参戦しています。ドロモはスーパーデストロイヤーに変身後はジェリーローラーのライバルとして活躍しました。続いてケリー・ブラウンです。第2のアドリアン・アドニスとして新日本プロレスから期待されていたケリー・ブラウンですが、残念ながら対戦することはありませんでした。スーパーデストロイヤーとして猪木と戦っていればまた違った展開があったかもしれません。続いてトム・スタントンです。1980年国際プロレスにモンゴリアン・ストンパーのパートナーとして来日しています。カナダ・カルガリーを中心に活動しました。続いてジャック・ビクトリーです。ニュージーランド出身のレスラーでビル・ワットが牛耳るミッドサウスで活躍します。 WCW ではマサ・サイト、グレート・ムタと対戦経験があります。ゼロワンに来日経験があり、田中正人と対決しています。続いてマイク・ショーです。マイク・ショーも短期間スーパーデストロイヤーを名乗っていました。1984年世界最強タッグリーグにタイガージェットシンのパートナーとして来日しています。続いて AJ ペトルッチとダグスタールのスーパーデストロイヤーズです。1992年 ECW マットに突如出現し ECW 世界タッグを獲得しています。続いてベルモ・サルバトーレです。1978年国際プロレスに初来日し、本格的なヨーロピアンテクニックを駆使し大活躍しました。1980年アメリカマット界に進出、 NWA、WWF で活躍しました。スーパーデストロイヤーに変身したのは1993年 ECW マットでのことでした。続いてバリー・ダーソーです。バリー・ダーソーはザ・ロード・ウォリアーズの友人であり、ロシアンズで一世を風靡し、デモリッションでも活躍、タッグ屋の印象が強いですが、リポマンとしてシングルプレイヤーとしても活躍します。バリー・ダーソーもスーパーデストロイヤーとして活躍しています。そして最後に紹介するのがプロレスリングノアで活躍したバイソン・スミスです。三沢光晴、最後の試合の対戦相手でもありました。バイソン・スミスはアメリカのインディー団体でスーパーデストロイヤー2000として活動しました。アメリカマット界の歴史においてこれだけ大勢のレスラーに継承された覆面レスラーはスーパーデストロイヤーを置いて他にいません。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はスーパーデストロイヤー超破壊仮面その系譜について触れてまいりました。